最後の危ないデカをニュージーランドでロケをさせていただきまして、はい、お写真が、ね、今出てますね、はい、あのこの時これ、はい、オークランドなんですけども、はいはい、みんなであのお邪魔しました。素敵な建物 で、僕らのその危ないデカがリタイアして、はい、それでここでニュージーランドで探偵事務所をやってるという設定なんですね、はいはい、そこにあのカオルが訪ねてくるという、はい、あのもうどういうわけか東京からもうボロボロのウェディングドレスの格好して、はい、これでニュージーランドでゴルフをやってるという、はい、そういうシーンです。いろいろ思い出されますか、はい、写真も出てますけれどもね。これはもうあの、はい、ワイナリーへお邪魔した時ですね、はい、ニュージーランドをこよなく愛するこの方、うん、俳優の舘ひろしさんです。拍手でお迎えください。さあようこそお越しくださいました。ありがとうございます。舘さんのニュージーランドエピソードトークということで、はい、愛を込めてですね、ぜひニュージーランドに行った時の思い出ですとか、あとは何か素敵なエピソードがあればご披露いただけますでしょうか。お願いします。ニュージーランドですか。はい、あの僕はね、あのやっぱりあの本当にオールブラックスが僕のヒーローで、それで、まあ、あのお邪魔したんですけれども、僕の中で世界で3つの指に入る素晴らしいホテルがあるんですよ。お寺、はい、はい、それはネピアにあるんですけども、はい、それであの、まあ、そのホテルで過ごしたのがまず一つと、はい、あとはあの、最後の危ないデカをニュージーランドでロケをさせていただきまして、はい、お写真が、ね、その時出てますね、はい、あの、はい、この時これオークランドなんですけども、はいはい、みんなであのお邪魔しました、はいはい、迎えてくださる皆様いかがでしたか。これがね、あの素敵な建物 で、ね、僕らのその危ないデカがリタイアして、はい、それでここでニュージーランドで探偵事務所をやってるという設定なんですね、はいはい、そこにあのカオルが訪ねてくるという、はい、あのもうどういうわけか東京からもうボロボロのウェディングドレスの格好して、はい、これでニュージーランドでゴルフをやってるという、はい、そういうシーンです。いろいろ思い出されますか、はい、写真も出てますけれどもね。あ、これはもうあの、はい、ワイナリーへお邪魔した時ですね、はい、